蕎麦屋の竹内美恵子と申します。よろしくお願いいたします。ここはですね、竹内農園の直営店ということで営業しておりますが、主人が15年ほど前に新規就農で農業者の資格を取りました。その時からずっとそばの栽培を続けておりまして、その取れたそばをなんとか直接お客様にお出ししたいということで、そば屋を開店いたしました。うちのそばの種類はボタン種という種類のそばでして、特徴はですね、北早生よりは香りが良くて甘みが強いというのが特徴です。このボタンにこだわってそばを栽培してからずっとボタンで来ております。こちらは鶏ごぼう店と申しまして、鶏の胸肉が2枚とあと鶏ごぼうが入っております。ごぼうは石狩さんのごぼうを使っております。冷たいお蕎麦と温かいお蕎麦と両方から選べることができます。こちらはとろろ蕎麦でございます。このとろろは石狩さんの長芋を使っております。こちらも温かいお蕎麦と冷たいお蕎麦から選ぶことができます。こちらは冬季限定の力そばでございます。この力そばはお餅が入っておりまして、このお餅は石狩さんのもち米を私が手作りしました。このそば屋を開店する前に一番最初に缶そばを作りました。その缶そばとそれから焼酎も作りました。それとあとそば茶ですね、そばの実を自家焙煎してそば茶も販売しております。それと自家製粉しておりますので、そば殻が大量に出るんですね。そのそば殻を使ってそば枕も私が手作りして販売しております。5月になりますと石狩特産の浜防風アスパラ、それと山うどの葉を3点セットにした季節の野菜店が好評です。ぜひそれもお試しくださいませ。当店は自家栽培自家製粉のそば粉を 100% 使用しております。安全で安心な美味しいそばを、体にも良いそばをぜひ食べに来ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。